にちは。こんにちは。はい、盆栽のタイガです。今日はですね、有機小石さんっていうところに来てるんですけど、自分が普段作ってるタイガ鉢っていうのを作らせてもらってる、窯元です。有機小石さん。はい、こちらが有機小石さん。よろしくお願いします。今は3代目ですよ。じゃあまず有機小石の特徴というものを。特徴。はい。まあ、特徴はエバチ。エバチですね。3代続いてるエバチですね。はい、で、タイガ君が作ってるようなムジバチ、創作バチ、これタイガバチ、うん、そうですね。で、こういうちょっと安価なその鉢っていうものを作ってる、うん、そうです。だから2パターンあるってことですね、うん。で、ちょっと作品いくつか紹介してもらったり、はい、どうぞ。いいですか。はい、代表なのはエバチですよね、うん、ですね。この辺とか、うん、これはこう、これ絵はどなたが描かれてるんですか？これはうちのお母さんが2代目で描いてます。で、基本的にお母さんは絵を描くのみなんで、うんうん、それ以外の鉢作ったりとか焼いたりは次期3代目の自分がやってると、うん、自分はまあ徐々にまだ練習程度。あ、なるほど。これからってことですね。どうしてここに来ることだったんですか？最初は、あさみさんがなかったのか、サイズが植え込むサイズの鉢が誰も作ってなくて、でそこで自分が作りに来たらいいんじゃないかっていうことで石原さんを紹介してもらって、で来たのが最初ですね。で、最初はだからその植え込むない鉢を植え込む鉢を作るだけだったんですけど、それを売らせてもらって、うん、でそれが結構売れるから、そのまた作りに来てっていう感じで、経緯はこのサイズがないから自分で作ってみるっていうのがきっかけ。それがきっかけですね。どうですか、大学の鉢作りの。まあもう全然ダメです。全然ダメ。ずっと酷評です。酷評。でもなんかね、仲良さそう。いやいやいや、全然仲良くない。あれですけど、先生なんで。最初はうちが作っている安鉢で4個セットとかそういうのでまず練習をして、はい、でそこからだんだん自分の使いたい大きさっていうのでこの形に、うんうん、一番最初はだからバイト形式でやらせてもらったんで、一番最初はね。なるほど。そこからだから植え込む鉢を取らせてもらったっていう感じですね。バイトで慣らして合間合間で好きな形作ったらっていうので、そうそうそう、こういう変な鉢が、そうそうそう、変な鉢が変な鉢が出来上がった。でも最近すごい売れてますよね。そうですかね。で、うん、これがパカパカ売れる、はいはい、ちょっと俺が焼き餅焼いて真似して同じサイズを倍の量作っちゃうから。ちょっと、はい、あの窯も見せてもらっていいですか？はい、はい、どうぞ。こちらはガス窯。ガス窯。で、こっちが電気。こっちはね、電気でも素焼き専用にして。綺麗ですね、なんか。これは新しい窯。で、ここで素焼きして、で、釉薬つけて、本焼きのガス窯に。こっちに。出鉢はやってないんですか？出鉢はやってない。ほう。じゃあ、色鉢専門。釉薬専門。釉薬専門。まあ、こういうのは、安鉢。安鉢。元々の始まりはエバチを作るでしょう。その中でちょっと形がいまいちだなっていうのをムジバチにしてたのね、うん、はい、でだから釉薬がもう多分60種類か、うん、まだもう1箇所あるぐらい。ちょっと形が悪かったり絵描くにはちょっと良くないやつをムジバチで、うん、だからちょっと低価格で、でそれの延長線でもっと安いの作れないかなって、あの業者さんが使い鉢にできるような何百円クラスを、何百円クラス、うん、なるほど、とはね、いっぱいあるね。じゃあ数百円、これが400円200円、うん、と、まあ、はい、ここに型があるのと、いい形の型、いい形の型、あの絵を描く用の、あ、うん、なんか違うんですか、絵描く用の型って。だと出来上がりがこうピシッと全然、うん、あ、確かにね、うん、で今はね多分安鉢が生活の基準になってる、うん、
あ、そうですか。大量に売れてるってことですか。大量に作って大量に売らないと。なるほど、うん、で、エバチは単価が高いんでそうそうね、売れないよね。これで2万5000円とか。でこれ手書きで書いてると書いたら安いっすけどね。2万5000円2万5000円ってことは2日半かかってる。あ、そういう換算なんですか。日当計算。あ、もうちょっと高くてもいいじゃないですか、ね、普通は ね。でもそれを使ってくれる人があまりいない。いない。うーん、え、増えますよ、もっと高くしましょうよ。ね、安いですよね。でもそれが売り。そうね。あ、そうですか。絵描いて安くてっていうのが始まりじゃないか。始まりはさつき屋ですもんね。元はね。もともとは。ちなみに絵を描く作業場っていうのはここ、これがある。ここはろくろで。こころくろ。ろくろ2台と、これが年1回描く絵の。年1回。あれ、修行中ってさっき。年1回描くとき、うん、国風展の前に1回だけ描く。なんで前に1回だけ描く。お店飾るの。まあでも特徴はいろいろ分かりました。お買い得な鉢が多いってことですかね。で、鉢も安いもんね。このね、はい、構図描くのが大変だね。構図、うん、竜の構図、はい、頭の中でね、描いて、あの、そのまんま描くんだけど、はい、その鉛筆書きが一番大変なの。あ、で、私さ、はい、ひっくり返して何でも描くから。この状態がいつも描く方法。これが一番描きやすいのよ。鉛筆書き一応するでしょ、はい、それでそれをひっくり返して筆で描くから、うん、頭の中にこの絵が入ってないと描けないわけ、はい、だからこの鉛筆書きが今一番大変だ。さっき粘土やってたんでしょ。はい、絵描いていただきました。絵やんない。絵やりたいんですけどね。絵はね、みんな始めあるけど終わりがないんだよね。もう一生勉強だからさ。でも、なんかモデルにしてるのとかって、なんか昔の、そう日本画とか。うん、日本画じゃない、竜の図鑑みたいなのあんのよ。あ、あるんですか。それ年中見てないとか。で、頭の中入れて、これは私の竜、自分でこう。なるほど。だから、鉛筆書きでさって書ける。息子さんはなんで描かないですかね。描くよ。描けますか。描かないって僕に。じゃあ、ね、描くよね。あ、そう。描いてることらしいです。で、失敗したら修正とかできないもんなんですか。上に乗ってるだけだったので、うわ、表面カッターなり拭けば、あ、削り取るような。そう拭けばいい。逆に書き上がるともう触れない、うん、なるほど。触るとはげちゃうんで、焼くまで、うん、でね、ゴスの段階でね、上手に描けてもね、はい、釜で焼くでしょ、はい、そうするとアラがね、線が太いとか細いとかさ、うん、そういうの全部釜が教えてくれるから。なるほど。だから一生勉強。奥が深いだけでさ、はい、でやれるとハマるよ、結構。始められるもんなんですか。私35年。35年。でも1年生だよ。ほんとこれね、終わりない。なるほど。カッターナイフでさ、はい、こうやって出っ張ってるとこ修正するの。こうやって。あ、それ取れるんですね。取れる。ほら、そう。1日にどのぐらい描けるものですか。好きな絵ってあんじゃん、はい、あれだと2、3個描けるから。大きさにもよるんじゃない。このぐらいの鉢だと。これはさっき鉛筆描きしたから、これだと1日1個かな。なるほど、1日1個できる。大学も興味ないの。1回描きましたよね。
描いた。それは自分で持ってんの。四面の一面で飽きちゃった。飽きんだよ。飽きたんじゃない。だって量が相当するから大量生産、大量生産が。なるほど。そうそうそう、量を描かないと筆が覚えない。そうだ、覚えないからね。これ普通にやっぱ絵が上手な人っていうのは関係ない。関係ないですか。全然関係ない。本気の世界、集中力をどんだけ続けられるかとか。そうそうそう。上手い下手はあの鉛筆の段階で、うん、鉛筆を過ぎたらもういかに一定に筆を流せるか。そっか、ブレちゃいますもんね。ゆっくり筆から落ちる水の量を計算しながら横にずらして、うん、これがどこまで続くか、ね、大学はシャッシャッシャッってやるから練習にな。いや違う。ボールペンとかだったら濃さって一定じゃないですか。うん、だから絵の具の筆のあれがあるんで、やっぱ濃さはすごいですよね。一定にしてる人を見ると、うん。顔料なんで石の粉だから、うん、筆から落ちる量が筆とは違う。墨汁とか。墨汁とかの感覚とはまた違う。チューブがあるのね。それがまたあの粉じゃなくて。インクのようにスーって伸びるから書きやすくなって、書きやすいのがあるんですか。古い顔料よりも全然もう、墨に近いくはないけど、まあかなり楽にはなった。その竜すごいね。これあ、そう、こういうぼかしたりとかもありますもんね。同じインクでしょ、これ冷たやつと濃いやつでしょ。これが違和感ないね。これもすごい、ね、あ、これも模様がね、ゴスト赤、色もなんか、あるのかないのかな。で後ろ方で、いや、これ全部描くんだもん、手で。じゃあ上もね。だから、描く用の鉢でこういうのちゃんと描けるようにあるんですよ。ああ、ちょっと広く作ってない。そう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 。真っ二つには割れない。ああ、これはでもね、よく見ますよ。うん、やめる。今描いてるやつだ。うん、やばい、これ好き。ね、角鉢の在庫なんかどこに、いっぱいありますね。引き出しも大きい。ななな、こっちのタンスも、ここは角鉢ね。タンス、洋服は表出しっぱなし。逆で鉢は全部鉢が閉まってあるね。わ、すごい。着物入れるあれですか。あと、うん、だいぶなくなった、ここが丸で、こっちがこんなに角で、ね、で、こっから選んで描きたいなっていうのはあそこに。あ、なるほど。長寿儀が一番難しい。あ、そうですか。最初の下書きが難しいのか、その後塗るのが難しいのか、どっちか。全部、全部になるんですか。やっぱ線が見えやすいから目立つのかな。うちお母さんぐらいになれば、はい、半分頭に入ってるから、はいはい、うん、そのポイントポイントだけ。なるほど。俺は頭に入ってないから全部を描かないと。なるほど。立体に絵を描くっていうことですもんね。うん、ね、やっぱ絵もオーダーがあったりするんですか。もう、うん、あるオーダーというか、指定というか。受けてるのは何を受けてるんですか。竜多め。竜多めで受けてる。風景画はいる時といらない時があるから、うん、なるほど。風景画ってみんな描いてんじゃん。竜、うん、は、うちの場合安いかな。だからみんな手出してくれる。なるほど。みんなが買える値段にしてあるから、他はもう何十万なんてそんな買えないよ、一般の人は、うん、でしょ。はい。蝶々とかのやつが可愛いなと思ったんですけど、ね、あれ大変。あれも大変なんですか。こ、線が細いでしょ。ああ、そうか。これはね、いい加減ね、
ここ太多くて平気なんだ。あの蝶々はもう大変だった。素人的には言うのが難しそうな。いや簡単や、顔が決まれば。顔が命だから。顔が良ければ、うん、そうか、シンプルになればなるほど。そうそうそう、さっきの蝶々戯画もそうだけど、うん、難しくなるんですね。余白が多ければよく批判されるっていう竜で窓絵で周りからにしちゃうと、みんなすごいっつって、なるほど、見えてないっていうか見えなくなるとか。視聴者に向けて何かありますか？ないです。これから絵描きたい人とか。描きたい人、うん、絵を好きになるのが一番の早い。でも鉢に絵描きたいって思った時にどうすればいいんですかね。まず鉢を作らない、うん、そうですね。それからもう鉢をやってる人と仲良くなって、うんうん、絵だけ描かせてもらうとか。あの人ダメ、あの人ダメですか？何がですか？根気がない。根気がある人の方が絵に対してね、根気がないし、ガサツだし。これカットだし。なんで？やっぱり基礎工程をね、ちゃんとずっとできないとね。柄苦手でしょ。柄苦手です ね。柄が一番、柄が基本だから難しい。そうですよね、ずっと均一でこう。これをこれ誰描いたの？私なの、うん、10年ぐらい前。さっき書き上げたカラコ持ってこようか。うわー、綺麗。かわいいでしょ。ああ、焼く前だとなんかすごい柔らかい、ガラスが乗ってないのね。ここにガラス1枚へえー、それで書けるから。それで中落としって先に柄を描く、それでひっくり返して絵描く。かわいいでしょ。かわいい。かわいい。かわいい。これ、こんな細かく。手書きですもんね。すごいですね。そうね。かわいいもんね。これさっき30分ぐらい前に書き上げた。そう、いく見えんだよ。だからさっき言ってた、焼いたら。そう、答え合わせて。答え合わせって、そういうことですね。確かになんかすごい。これなんかすごいですね。私に教えてくれたおばあさん、はい、全然そんなの目じゃないって。もっとおばあさんの絵はすごい。おばあさんのは動きがあるんだよね。そう、でもやっとね、35年やってね、カラコの動作少しつかめた。なるほど。奥が深すぎるね。あの停止してたんじゃカラコ死んでんの。動きがないと生きてないの、うん、っていう。お母さんのが動くんだよね。そう、で有機小石は止まってんだよね。いや本当だもん。そう、あの絵止まってるじゃん。硬いね。そう、硬いな。線が伸び伸びしてないの。なるほど。だからそれほんの少しだけど動きがやっとね、うん、それには数かけば一番いい。これはまた違うじゃん。それとちょっとさ、ね、似てますけど。それがこれなの。これ。うん。あの縁がこれ。これ。うん、でこの中で一番難しいのがこれ3本入ってる線。細かいでしょ。この3本の線が引けたら一人前。なるほど。これも難しかったよ。うん、だからよく描けたね。どれが簡単なんですか、一番最初、初級編。初級、これ。あ、それから、うん、それでも3色ありますよね。5色 ?3層になってる。うん、うん。で、これも簡単よ。これと同じの描いてみる。課題ですか。そう。はい、以上。やってみなよ。そうですね。うん、かわいいじゃん。あのね、おばあさんがその洋服のシルエットはね、あの洋裁で食べてたから。お裁縫。ワイシャツ塗ったり。ああ、うん。あとドレスも塗ってたから。ああ、なるほど。だから線が全部流れるような線じゃん。うんうんうん。確かに動きが
あるっていうのは全然違うでしょ、こっち硬いでしょ、うん、こっちの動きだから絶対先にそっち見せないおばあさんの方へえ。かわいいでしょって。楽観作ったのって盆栽級の、オリジナル鉢を作りたいです。作りましょう、はい、お二人に作ってもらえたら嬉しいなっていう、コラボ鉢ですね。この楽観をした鉢を皆さんのお手元に届けたいなと。東寺園フェス、東寺園フェスに間に合えば、間に合えば視聴者プレゼント、視聴者プレゼントもしてもいいかもしれないかなっていう値段はそんなに高くないものがいいのかなっていうところで、ちょっとオリジナルバージョンじゃあ作ってもらえるってことでよろしいですか、はい、お二人。はい、大丈夫です。はい、はい、最後動画の締めにどうですか私にとってハチとはみたいな、ノーフィクションみたいな。まあさつき屋やって盆栽屋やってて、はい、でその間、お父さんがやっていたのね、鉢を、お父さん死んで5年目になるけれど、その時から急に陶芸をやらざるを得ない状況に。そういうことなんですか、お父さん亡くなってもお母さんが絵を描き続ける状況ができたのね。なるほど焼かざるを得ない誰が焼くのってなるほど。で急に入って、でもう植木はやめないとできないぞっつって、うんうん、昔からやってる陶芸家ではないのね。あ、そうなんですね。まだ5年目、はい、ただ道具は全部あったから。そうですよ、その時何歳ぐらいですか。45で急に仕事変わるのすごいですね。46 47ですって娘さん、どうですか今じゃあ、それから数年経って、そうね、この家業になった時にコロナがちょうど、うんうん、でこもって作れるから、まあいいのかな逆に良かったのかなっていう、うんうん、そうですね、影響を受けないですもんね、うん、外出歩かないですもんし、うんうん、楽しまれてる感じはするんですけど、この今の仕事、そう楽しんでる、うん、なんか来た時からそのオーラがふざけ合ってるお二人なので、ね、作って売れていくとやっぱ楽しい、ね、あ、本当ですか。売れないものはここに溜まってるけど、あ、そうなんですか、ね、ダメなものもあるし、いいものも、いいものは売れていくから、やっぱりすごいのできたら手放したくなくなるもんじゃないですか。いや、売りたい商売商売なるほど気持ちはわかります。じゃあ皆さん売ってもらえるということですか。ぜひともね、有機小石、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。オリジナルバージョンの制作も、はい、よろしくお願いします。はい、それでは、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。